気分悪い。頭のおかしいお前ら、俺の復活を待っていてくれてありがとう。俺が病気になって入院した時、ブリーフ団にはエガチャンネルはもう終わっちゃうかもしれないって心配かけてしまった。そして病院にも付き添ってもらったり、食わしていかなきゃいけない立場の俺がこんなことになってしまった。情けない。そして頭のおかしいお前ら、一人でも悩んでるやつを、苦しんでるやつを笑わせることができればって始めたエガチャンネルなのに、逆に俺が励まされてしまった。ごめん、ありがとう。実は入院した時、一瞬芸人人生が終わるかもしれないって絶対考えちゃいけないことが頭をよぎった。けど今まで俺は何度もそこから這い上がってきた。だからここで終わるわけにはいかない。まだ終わらせられねえ。今回も這い上がってやるって思って病気と全力で戦うことにした。そんな中、お前らがいつまで、そんな中お前らがいつまでも待ってるよって言ってくれたから俺も安心して治療に専念ができたし、だからこそこんなに早く復活することができた。正直この回復の速さは医者もビビってる。みんなの熱い思いに病気もビビったみたいだな。お前らのおかげだ。ありがとう。今回俺は1ヶ月休むことになったけど、たくさんの大事なものを得ることができた。たくさんの佐山愛ちゃんの作品を見ることができた。疎遠になっていたたくさんの以上から連絡が来た。でも一番はお前らの温かい思いを知ることができたこと、それが一番大きいと思う。そしてここから新たな江頭伝説を作っていくぜ。これからも本気で全力で映画チャンネルをやらせてもらう。本気でやらないと本気で笑えないだろ。だからお前ら、年なんだから無理しないでとかあんまり言うなよ。手を抜いたら江頭2時50分じゃなくなっちゃうから。最後に一言物申す。辛いことがあったら、嫌なことがあったら、死にたくなったら、エガチャンネルを見ろ。俺を見ろ。笑え。エガチャ2時50分。